くるような感動して、もう本当に良かったです。もう子供もずっと夢中になって見てましたし。面白かった？面白かった。言葉で言い表せないぐらいで、今まで見たミュージカルの中では一番面白かったな。ものすごい綺麗で良かったですね。お母さんの方は、はい、綺麗です。衣装が、はい、すごくとっても、あと踊りももちろん、もうド迫力っていうか、やっぱり迫力的にやられてしまったという感じでした。もうすごい良かったです。本当にまた見に行きたいと思います。世界が待ちわびたエンターテイメント、昨年ブロードウェイで幕を開け、絶賛の嵐とともに爆発的な大ヒットを続けているあのディズニーのミュージカル美女と野獣がいよいよ日本に上陸しました。愛とロマンにあふれる夢の世界、最新の舞台技術や特殊メイクを盛り込んだ迫力の舞台、すでに大きなセンセーションを巻き起こしているこのミュージカルの魅力を今日はたっぷりとご覧に入れましょう。かつてはジャン・コクトーによって映画化されたこともある美女と野獣は、もともとヨーロッパをはじめ世界各地に伝わるおとぎ話です。18世紀にフランスの作家ボーモン夫人が書き上げた童話によって広く知られるようになりました。魔法の力で醜い野獣に変えられた王子が美しい少女に恋をするこのお話は、見かけではなく心の愛の尊さを歌い上げた象徴的な物語でもあります。L'amour peut faire qu'un homme devienne bête. L'amour peut faire aussi qu'un homme laid devienne beau. そしてこの物語は90年代に息を吹き返しました。そのきっかけは言うまでもなく91年に公開されたディズニーのアニメーション映画です。ディズニーならではの魅力的なキャラクター、最新の技術を駆使したアニメーション映像の素晴らしさ、さらにアカデミー賞作曲賞主題歌賞を受賞した音楽によって記録的な大ヒットとなったのです。野獣に姿を変えられた王子が美しいベルと出会い、初めて愛を知るラブストーリー。さらに原作にはないキャラクターやストーリーが加えられ、子供から大人まで世界中のあらゆる人たちの心を捉えました。いつもいつまでもジャワジャワ、今夜はビーフカレーよ。よし、今日は家族でハウスジャワカレー。カレーはハウス。あれ取ったら大沢1年分ね。よし、若いね。うまさザックラショ、ザクッとポテト大沢新登場。ザー人気ホームへいらっしゃい。近畿ホームへ行く。いらっしゃい近畿ホーム。スッキャレー、芯が強くて情あって、何は女の心意気よ。出して出されて、味出しとんな。何はの中華そばスッキャレー。かおりちゃん Marshroom のマイルドなハーモニー。Marche, marche, marche, marche. Bon appétit. Marche, marche, house caramel. Marche.劇団四季とディズニーの夢のミュージカル「美女と野獣」。格闘スポーツ団体パンクラス CS テレビガオラに登場。
巧みな連続技、一瞬の関節技、ハイブリッドレスリング、パンクラッシュパンクラス、格闘技はガオラ。94年4月ニューヨークブロードウェイのパレス劇場でミュージカルの歴史を塗り替える出来事が起こりました。あのディズニーがアニメのヒット作美女と野獣をミュージカルに仕立てブロードウェイに乗り込んだのです。エンターテインメントを知り尽くしたディズニーが総力を結集し1180万ドルとブロードウェイ史上最高の制作費を費やして作り上げた美女と野獣。初日の舞台を見た劇団四季の浅利啓太はデイリーニュース誌にこんなコメントを寄せました。この作品はブロードウェイで成功するだけにとどまらず世界中でヒットするに違いない。その言葉通り記録的なヒットを放った美女と野獣。翌年4月にはディズニーの本拠地ロサンゼルスのシューバート劇場に進出。ハリウッドの映画関係者を招いて華やかに開幕しました。7月にはオーストラリアのメルボルンで開幕。ここでもブロードウェイに勝るとも劣らない大盛況で連日チケットはソールドアウト。多くの有名人たちがこぞって駆けつけました。8月カナダのトロントへ。ミュージカル美女と野獣は実に急激なスピードで世界展開を進めていったのです。9月には物語の舞台であるヨーロッパに上陸。オペラの本場ウィーンでもクラシック音楽を愛する人々がディズニーのミュージカルに酔いしれました。そして各地の批評家、エンターテインメント業界の関係者が絶賛したこの舞台が11月にはアジアで初めて日本に上陸したのです。日本版美女と野獣は東京と大阪の2つの舞台で同時にロングラン公演を行うという日本演劇史上初の試みが実現しました。舞台を手掛けるのは7ヶ月にも及ぶディズニーとの困難な交渉の末上演権を獲得した劇団四季。ディズニーは演出、装置、衣装、振り付けとあらゆる面でサポートします。ここに日本のミュージカルの最高峰とディズニーのオリジナルスタッフが手を結びました。お客様に愛される成功を生み出すようにと願いいたしております。はい、ブロードウェイの感動を実現するビッグプロジェクトがスタートしたのです。赤坂 TBS 放送センターの目の前に東京公演の舞台となる新しい劇場の建設が急ピッチで進められました。鉄骨造りの特設劇場はその名も赤坂ミュージカル劇場。10月の終わりには床面積3700平方メートル高さ26メートルという空間に1200席の客席が配置され最新の舞台技術を駆使した劇場が完成したのです。一方大阪公演の上演劇場は今年の6月に誕生したばかりの MBS 劇場。日本では珍しい西洋型の舞台でまさにミュージカルの上演にふさわしい劇場です。この2つの劇場で幕を開ける劇団四季の美女と野獣、一体どんなステージになるのでしょうか。一昨年の年末なんですけれども、ディズニーが舞台の世界に出てきたと、それで素晴らしいミュージカルを作ったっていう電撃的なニュースが世界中に流れたんですね。で世界中の人が注目しました。で僕もすぐねいろいろこの問い合わせをしてみたら、ロストってヒューストンまで飛びましてね、見た、素晴らしいんですね。やっぱりさすがディズニーの総力を挙げて作ったミュージカル、これはもう世界的に多分成功するだろうと思って、7ヶ月の交渉の末に全面提携が成り立ったというわけなんです。はい、5月8日あざみ野にある劇団四季芸術センターでディズニーのスタッフも交えてのオーディションが行われました。熱気と緊張感の中厳しい審査が続きます。挑戦者たちのテクニックの高さにはディズニーの演出陣も満足した様子です。
主役はもちろん出演者たちは全てこのオーディションで選ばれることになっています。ミュージカル美女と野獣の大きな魅力の一つが出演者たちの個性的なキャラクター。野獣に姿を変えられてしまったわがままな王子ベルに恋をして初めて優しさと人を愛する心を学んでいきます。こうした定めにいつかは出会う解き放つことができるな。優しい心を持つ聡明で美しいベル、本を読むのが大好きな空想好きな少女です。ここにいない時は流れやがて消えるわ。ベルに強引に求婚する乱暴な若者ガストン。このガストンは原作にはないオリジナルのキャラクターです。この嫁になるこの俺様がこの俺様が。そしていかにもディズニーらしいキャラクターといえば魔法によって家具や食器に姿を変えられたコミカルなお城の住人たちです。お好みのメニューを選びください。ミセスポットは主題歌の美女と野獣を歌い上げる重要な役どころ。恋の淵へ。 Oh, I thought today's auditions were very, very successful. I was really pleasantly surprised at the quality of the dancing especially. I kind of knew that the acting would be good and the singing would be good, but I was very surprised at how good the dancing was too.And I think we've really done great today. It was a very successful day. この舞台には子役も登場します。何百万年経っても、何千万年経ってもね。そう、あのミセスポットの息子チップ。アニメーションを見たチップのファンも多いことでしょう。チップのオーディションは東京と大阪の2カ所で行われました。ちょっと待ってください。竹田さん、お願いします。では面接。僕が見たものをママは絶対に信じないと思う。ティーカップに姿を変えられたチップの登場シーンには驚くような仕掛けが隠されているそうですよ。それは舞台を見ての楽しみ。ただいまよりミュージカル美女と野獣キャスト発表記者会見を。7月14日いよいよキャスト発表が行われました。この仕事している私の直感でございますけれども、これは場合によってはキャッツ以上行くなと思いましたので、キャッツの次のステップである東京と大阪同時に出るというにはこの作品がふさわしいかなと。東西同時公演のため午後からは大阪でも記者発表。いよいよ役者が揃いました。あれ取ったら大崎1年分ね。よし。若いね。うまさ、ザックラショ。ザクッとポテト、大崎。新登場。私はね、ずっとあの女の。最初しっとりしてるんだけど、後でツルツルに変わってくるの。今だとほら、ツルツル。触ってみて。ダメ。お肌にはアノンですね。いつもいつまでもジャワジャワ。今夜はビーフカレーよ。よーし。今日は家族でハウスジャワカレー。カレーはハウス。わあ、これいいわ。かおりちゃんシルキーパック新登場。ほらほら、手軽でとっても健康簡単。かおりちゃんシルキーパックシリーズ。かおりちゃん。ビーフとマッシュルームのマイルドなハーモニー。ボナペティ。マッシュルームハウスカレーマッシュ。スッキリ。新月曜ってジョーって何
第2回最終島国際市民マラソン一般参加ランナー募集。東洋のハワイ、韓国最終島であなたも一緒に走りませんか？お申し込みはご覧のところまで。臨勝寺さんにお納めする石灯籠がまだ。肖像にやらせてみよう。あんたも石が好きなのか。あの音がいけないんだ。私も石の音が。見てくれ私を。ミュージカル美女と野獣は食材、時計、ポットといったものに姿を変えられてしまったキャラクターたちのユニークな衣装が話題を呼びました。この作品の衣装デザインで1994年のトニー賞を受賞したアン・ホールドワードがフィッティングのために来日しました。まずはベルの衣装のフィッティングから。衣装はアメリカ、イタリア、日本の3カ国で制作され、日本で細かな手直しが行われます。アンはこの作品でベルのきらめくドレスから物に変えられた家来たちの特徴と動きを表す衣装まで、実に幅の広いデザインを生み出しました。時計に姿を変えられた羊コッグスワースのフィッティングです。衣装は観客に一目でその役を分からせると同時に、俳優の動きの妨げになるものであってはなりません。このユニークなデザインは一体どんな発想から生まれてきたのでしょうか。My daughter, who is now 9, but at the time was 6 or 7, when we started on this show, that they knew from the animated film, they needed to find something of that on stage so that it could be appreciated and enjoyed by both groups. And I think that that was really a very large challenge of the design. 砂糖壺、スプーンにワインの栓抜き、ナイフなど、どれもが小道具ではなく衣装の一部というから驚きですね。物と人間が入り混じった不思議なキャラクターを作り出すため、アンは素材にもこだわりました。プラスチック、ラテックス、バネなど、衣装としては珍しい素材もたくさん使われています。これらの衣装もまたミュージカルの夢を作り出す影の主役たちと言えそうです。時計のキャラクターコッグスワースの衣装はこんな風に出来上がりました。何を言ってるんだ。ところでこれは一体何の衣装だと思いますか。この衣装で俳優は激しいダンスも踊らなくてはなりません。そう、彼は床に敷くマットだったんですね。お前はどうしてそんなに頑固なんだ。数々の衣装の中でもデザイナーが最も苦労したのがビーストの衣装です。夕食に来てほしいからだ。ビーストの姿は醜い野獣でありながらも、やはり人を引きつける魅力がなければなりません。この衣装はたくさんのロックスターたちの外観を研究して作られたそうです。アンとは美女と野獣で初めてコンビを組んだヘアデザイナーのデビッド・ローレンス。衣装とヘアは一体となって俳優のキャラクターを作り上げていきます。カツラは俳優に合わせて日本で作られたため、デビッドが細かくチェックしていきます。But it was all very interesting to try to discover what all that was when I first saw Anne's sketches of the beast to be able to say, you know, oh my heavens, what is this? And to figure it out, it's one of the great joys of my job is to be given a puzzle and try to recreate that in something that can walk around on stage every night. The highlights.1回の舞台に使うカツラはなんと140個以上、何百キロもの人毛を使って作られます。しかも東京大阪の同時公演ですから、少なくともその倍の数が必要なんですね。なのでこれが本来のベースカラーなので、この色よりやはりこっちも黒いですよね。もちろん色もデザインも全てオリジナルに忠実に作らなければなりません。
それなら。中でも全身毛むくじゃらのビーストのカツラは最も手の込んだ大掛かりなもの。何しろ野獣ですからね。西の塔にだけはダメだ。こうした現実離れしたカツラや衣装を身につけて演じる俳優さんは一体どんな気分なんでしょうか。最初やってる頃、稽古場で衣装とか何もそのつけないでやってる頃はなんかとっても逆にそれなしで野獣を表現するのがすごい、ま、なんていうのかな、照れくさい部分とかどうにも説明しきれない部分とかいっぱいあったんですけど、着てしまうとそれはそれでなんか受け取っご覧になる側がなんかこう説得力を感じて見てくださったみたいで割と、はい、禁断の場所だ、一歩たりとも入ってはいけない。分かったな、分かったな。ところで美女と野獣といえば誰もが思わず口ずさむこのメロディー、ディズニーの美女と野獣は音楽史上に残るいくつもの名曲を生み出しています。その生みの親は作曲家アラン・メンケンと作詞家ハワード・アッシュマンのコンビ。2人はリトル・マーメイド、美女と野獣、アラジンと立て続けにディズニーの曲を手掛け、数々の賞に輝きました。I think the most challenging part was creating something that combined farce with something of a classical nature. Also with Beauty and the Beast, Howard and I wanted to create for the first time a song that would rise above the project and have a life on the pop charts, a life representing the project. So the title song Beauty and the Beast was a great challenge for us. And in general, it was a step forward for Disney animation and going into serious theatrical style of writing.しかしアラジンを最後に2人のコンビは終わりを告げました。91年映画美女と野獣の完成を見ないままアッシュマンは病に倒れこの世を去ったのです。美女と野獣の舞台化にあたりメンケンと新しくコンビを組んだのはティム・ライス。エビータ、ジーザスクライスト、スーパースターなどのメガヒットミュージカルを手掛けた大御所のティム・ライスとメンケンは舞台のために7曲の新しいナンバーを生み出しました。この曲も舞台のオリジナルです。数々の名曲の中でもベル役の女優さんが気に入っている曲といえば、そうですね、やはり野獣と踊るところ2幕のあの題名にもなってますけれども、その歌の時の踊りが衣装も素敵だし、すごくちょうどあの野獣とベルがちょうど恋に落ちるなんか惹かれる場面なんで、すごくいいかなと思います。そう、アカデミー賞主題歌賞に輝いたこの曲ですよね。ビーストとベルが恋に落ちるダンスシーンで心を込めて歌い上げるのはポット夫人です。人間ってやっぱり恋に落ちちゃうんだっていうね、なんかその恋愛のなんていうの、摩訶不思議さ、儚さとか美しさとか摩訶不思議さっていうか、あの日が昇って沈むように人間は繰り返し繰り返し、それでも辛くなったりすること分かっててもそれでも恋愛しちゃうっていう、なんかそういう、感じを出せたらと思うんですけどね、優しい思い寄せつ傷がいつ落ちてゆく恋の淵へ、
ロマンチック。このシーンを見た人は誰でもきっと恋をしたくなりますよ。いつもいつまでもジャワジャワ。今夜はビーフカレーよ。どうし、今日は家族でハウスジャワカレー。カレーはハウス。あれ取ったら大沢1年分ね。よし、若いね。うまさザックラショ、ザクッとポテト大沢新登場。胃の調子が心配な時は食べる前にキャベツ。でもうっかり忘れちゃって朝にもたれやムカムカが残っちゃった人はしょうがないな。液キャベを1本グイッと飲んでください。胃腸にはキャベツか液キャベ。スッキリ心が強って上あって何は女の心意気よ。出して出されて、味出しとんな。ビーフとマッシュルームのマイルドなハーモニー。ボナペティ。ハウスカレーマルシェ。僕にも何か人のためにできることがあればと思って。怪我や病気で困っている人を助けてあげたいから。今日から始めるボランティア、献血にご協力ください。とディズニーの夢のミュージカル美女と野獣。フットボールシーズン到来。最強のプロフットボール NFL、 CS テレビガオラではいち早くゴールデンタイムで放送。フットボールの醍醐味はスポーツチャンネルガオラでお楽しみください。お問い合わせはこの番号へ。エンターテインメントの粋を集めたミュージカル美女と野獣。中でも最もミュージカルならではの楽しさにあふれているのがこのシーンです。ダンスナンバー Be Our Guest。 この日はブロードウェイのオリジナルスタッフの一人、振付師のマット・ウエストによる Be Our Guest の稽古が行われました。俳優としてもブロードウェイのコーラスラインやハロードーリーなどの舞台で活躍してきたマット・ウエスト。彼は美女と野獣の振り付けによりニューヨークドラマディスク賞と全米批評家賞にノミネートされています。 メンバーたちは皆彼のダンスのテクニックと陽気なキャラクターにすっかり魅了されてしまったようです。でも疲れてるから早くやってやるよ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。Thank you. Peppers. They're good. They're good. They're good. Thank you. お疲れ様でした。See you tomorrow. Yes. レッスンが終わっても俳優たちは誰も帰ろうとはしません。同じ役を演じる俳優同士、習ったばかりの振り付けを熱心におさらいしています。複雑な振り付けを一日も早くマスターしようと皆自主トレーニングに必死です。華麗なダンスシーンはこうした練習の積み重ねで生まれるんです ね、 うどうしよう、でもね、そこ落ち着いて吸っちゃった方が好きに直して、このシーンをリードするのはお城の給仕長で食材に姿を変えられたルミエールです。太陽突然、吹き始まりを過ぎ去って、
ルミエールは両腕に本物の火がつく仕掛けの複雑な衣装を着て歌い踊ります。体を鍛え技術を無理せよ。ルミエールを演じる俳優さんはこの役をどう捉えているのでしょうか。すごいあの女好きで、フランス人なんですね、ですからすごく明るくていつもお城を飛び回ってるお調子者という感じ。もうアニメでこうキャラクターが決まってるってこともあるし、ディズニーアニメをねやっぱり舞台にしてるってことで、やっぱりリアルな演技を大きく膨らまして、あの劇画っていうかダイナミックにしなきゃいけないっていうところはすごく難しいっていうか。お城にとらわれたベルを召使いたちが大歓迎するこの華やかなシーン、ダンスと音楽、衣装、メイク、照明、装置、あらゆる要素が集まって作り出す、これぞまさに舞台芸術。そしてシーンの最後を飾るのはいかにもディズニーらしい花火の仕掛けです。この他にも美女と野獣には花火や特殊効果が物語の随所に散りばめられています。中でも魔女が王子に魔法をかける冒頭のシーンの仕掛けは観客を一気に幻想の世界に引き込みます。魔女の役を演じる女優さんはピンポン玉を狙い通りに投げる練習を毎日続けました。手に持った花火を投げる仕掛けはディズニーが美女と野獣のために開発したものです。宙吊りになって火のついた花火を正確に投げなければなりません。だからこういうさパチンじゃなくてさ簡単なこの今入ってないこれじゃない、これだけしかないからさ、うん、成功するまで練習は何度も繰り返されます。あ、ファイアボールだ。観客に夢を与えるためにこんな地道な稽古が続けられているんですね。私が初めてニューヨークで見た時にね、あのこの作品を見終わった時になんかあ夢を見ていたのかなっていうそんな印象があったんですね。でとってもこうあの一番最初のシーンで魔女があの傲慢なね若い王子に魔法をかけるシーンがあるんですね。すごくあの花火をパーって散らしながら、でその瞬間からなんか自分も一緒に魔法の世界に引き込まれていってしまうような、そういう本当に素敵な作品です。アニメーションの映像を三次元の世界で表現する舞台装置。私にプロポーズなんて、私がソヤで頭が空っぽの男の妻になるなんて。ベルが暮らす家の装置は俳優座劇場の工場で作られました。ブロードウェイからは設計図とともに精巧な装置のミニチュアが届きました。しかしよくできていますね。このミニチュアと全く同じようにブロードウェイのオリジナルに忠実な装置を作ることがディズニーが提示した条件です。担当の渡辺勝さんは自分が手掛けた作品の制作過程を全てカメラに収めています。遠近法によって奥行きがあるようにデザインされたこの装置の制作はベテランの渡辺さんにとっても難しい仕事だったそうです。4人の大工さんが20日がかりでやっと仕上げました。大変だけれどももう寝ずにやってもね、なんかね自分たちがこう作っていてもあのかっこがいいでしょ。直角形のものは全然ないですよね、ほとんど言ってね。ですからねとにかくもう面倒だけれどもやりがいがあるね。もう本当に三十何年もやっていて非常になんていうのかな、まあね、眠い目をこすりながらでもねやりがいがあるなと思ってね。あなたにふさわしくないわ。結婚だ。悪役ながらどこか憎めない性格のガスト。プロポーズありがとう。どうしたらいいんだ。俺は名誉。酒場のシーンで彼はとても変わった椅子に座っています。まさかガストン、しっかりして。
こうした椅子などの家具は劇団四季の工房で作られています。ブロードウェイから送られた写真をもとにオリジナルのデザインを再現します。村一番の狩りの名人であるガストンの椅子は彼の取ってきた獲物で作られているのかもしれませんね。こちらの椅子もまた変わったデザインですね。シャドウがさ、ちょっとね、この前アプリで見たときさ、魔法のお城に住むビーストの椅子です。いつもこの不気味なデザインの椅子に座って心を閉ざしていたビースト。しかしそんな彼にも愛を知る時が訪れます。その野獣の場合もね、そのベルと知り合って、あの普段感じなかった、お城の中では感じなかった、なんかこう気持ちっていうかときめきみたいなものを感じて変わっていく姿っていうのはすごく、まあ、自分が見ててもね、あの、まあ、羨ましいっていうか愛らしいっていうか共感持てますし、まあ、そういったところもこう自分も含めてこうなんか繊細に感じてね、ピュアにこう演じられたらいいなって思いますね。ビーストとベルの愛が育まれる野獣の城。装置の製作工場には野獣の城のミニチュアも届きました。こちらも息を呑むほど精巧な作りですね。このミニチュアとそっくりに作られる野獣の城の装置は1年にも及ぶロングラン公演に耐えられるよう頑丈な鉄骨が組まれます。様々な仕掛けが隠されている野獣の城。ここにはディズニーならではのスペクタクルの秘密があるのです。木で作られる部分も一般的な舞台装置に比べて2倍の厚みのある頑丈な板が使われているそうです。あの図面で見るとこうなってるわけ。片側だけ？片側だけ。あ、いいじゃないですか。だからこれがでかくなっちゃう。来日したディズニーの美術スタッフが装置の出来具合をチェックしにやってきました。エンターテインメントのためには少しの妥協も許さないのがディズニーの一貫した姿勢です。しかしそこはプロ中のプロ、日本のスタッフもきっちりと受けて立ちます。あれは肩を通した舞台稽古が目前に迫ったこの日、稽古場での最後の総仕上げが行われました。俳優たちにとってここはまさに正念場。演出家浅利啓太は俳優に対して今咲いている花より稽古をやり込んで開く花に期待するといいます。長い稽古を経て彼らはそれぞれにどんな花を咲かせるのでしょうか。ちょっと努力すればうまくいくって分かってたわ。言ってたでしょ。溶けてきたんだ、わだかまり。そう、少し怒鳴りすぎ。稽古の後は厳しいダメ出しが待っています。バランスを取るとは面白い表現してくれないと、ただカーッて叫べば場面になるわけじゃないんで、あのギョッとして見る。俳優一人一人の演技に驚くほど細かいチェックが入ります。私の夢を叶えてくれる素敵な。ミュージカル美女と野獣開幕まであと2週間。中に入ってくればいいんだけど。魔法の舞台が完成しました。
とは俳優の登場を待つばかりです。あれ取ったら大沢1年分ね。よし。若いね。うまさ、ザックラショザクッとポテト、大沢新登場。いつもいつまでもジャワジャワ。今夜はビーフカレーよ。よーし。今日は家族ハウスジャワカレー。カレーはハウス。私はねずっとアノンなの。最初しっとりしてるんだけど後でツルツルに変わってくるの。今だとほらツルツル触ってみて。ダメ。お肌にはアノンですね。マルシェビーフとマッシュルームのマイルドなハーモニー。マルシェマルシェマルシェ。ボナペティ。マルシェマルシェハウスカレーマルシェ。僕にも何か人のためにできることがあればと思って。怪我や病気で困っている人を助けてあげたいから。今日から始めるボランティア、献血にご協力ください。第2回最終島国際市民マラソン一般参加ランナー募集。東洋のハワイ、韓国最終島であなたも一緒に走りませんか？お申し込みはご覧のところまで。ミュージカル美女と野獣にはディズニーならではのスペクタクルな演出がふんだんに盛り込まれています。この演出を可能にするのが最新の舞台技術なのです。最初の舞台稽古の日、劇場に集まった俳優たちはまずは舞台機構についての説明を受けます。何しろ彼らにとっては初めての劇場、みんなかなり緊張している様子です。ご覧になっていただこうかと思います。場面転換の速さは美女と野獣の大きな特徴でもあります。アニメーションを下敷きにしているためめくるめくような場面転換が演出の要になりました。これはモーティスが今スタートをかけました。今おそらくこの辺までモーティスが来ると思います。実はこの劇場の裏側はハイテクの塊。場面転換のほとんどはコンピュータで制御されています。これによって複雑な転換も流れるように行うことができるのです。それではコンピュータによる場面転換の様子を見てみましょう。この舞台に使われる照明機材は600台以上。配線のためのケーブルの長さは全部で 4.8 キロにも及びました。使用する電気量は120万ワット。これはフットボールスタジアムでの照明に匹敵する量です。そしてもちろん全てがコンピュータで制御されています。俳優たちが初めて舞台の上に上がりました。みんなそれぞれに立ち位置や動きを確認します。まずは舞台や装置に慣れること。そこから全てが始まります。あとさ、そこに座ったらさ、この椅子に
美女と野獣の舞台にはたくさんの仕掛けが隠されています。それだけにいつも危険と背中合わせです。俳優たちは身を守るために舞台の仕組みを体で覚えなければなりません。衣装の仕上げも急ピッチで行われています。イタリアで出来上がった衣装を照明映えがするようにこうして色を手直しすることもあります。今回舞台衣装にかけられた費用は総額でなんと1億4000万円だとか。これはビーストの体につける毛皮です。これはベルのカツラですね。何しろ1回の公演で140個のカツラが使われるんですから、小山さんの作業も膨大です。アンサンブルのメンバーは平均で1人8回もカツラを取り替えるそうですよ。初めて野獣のメイクに挑戦する俳優さんのメイク室を覗いてみましょう。野獣のメイクの課題は野獣と人間の両方の表情を引き出すことにあります。オリジナルスタッフから特殊メイクを学んだスタッフが二人がかりで取り組みます。ちょっと鼻が痒いハンサムな王子の顔はメイクさんたちの魔法でこんな風になってしまいました。大丈夫だろ、そして2時間後いよいよ野獣の完成です。最初塗っちゃおうかとか言うぐらい、あ、見られなかった。いよいよ全員が衣装をつけての舞台稽古です。まずは音声チェックから。俳優たちは皆衣装やカツラのどこかに小さなワイヤレスマイクを仕込んでいます。このマイク一つ一つのチェックが行われるのです。広がるようなスーツに変えますので、同じ場面でのチェックが何度も繰り返されます。ストップです。もうちょっと音量ちゃんと上げて、はい、ちょっともう一回だけ声いただけますか。はい、これがベーコン。じゃあもう一回やろう。はい、お願いします。でね、出しすぎで後で押さえていいからさ、バランスをね。はい、声がちゃんと当たってないよ。はい、こっちか。舞台稽古を終えてまたまたダメだし。こうだ本当にって歌ってる人やで。そう、それはね、不思議なこうだとこうだっちゃうね。不思議なこうだってちゃんと不思議っていうことに不思議にニュアンスですよ。はい、はい、エトラさん、はい、不思議なこうだ本当。わかった、はい、ついこう音符の下の字だけこうファーッと歌っちゃう癖があるから、ミュージカル絶対それダメだからね。この人は日本でいう立石、アクション場面の演出家です。彼はブロードウェイのオリジナルスタッフでもあります。だからギリギリまでずっと見てて、そう、見てるね、見てるね。最初の舞台稽古を終えて演出家の意気込みを聞いてみました。劇団四季ってもともとフランスの芝居やってきた集団なんですね。だから劇団四季ができた頃、ちょうどジャン・コクトーの美女と野獣って映画が非常に流行って、ジャン・マレーが野獣をやった。だから美女と野獣って作品については非常にこう近い位置にあるんですね。だからディズニーはアメリカ的な
世界を作ったんだけど、それをちょっと式がやるとフランス的な感じになるんじゃないかなと思ってますがね。でまあ式はあの女優たちでもみんなフランスの芝居をたくさんやってる女優が主役ですからね。It's, you know, I was expecting something wonderful and this exceeded my expectations. It's absolutely fabulous. Please, you must see this production. It is so wonderful. If you love the animated feature, you're going to love the production. If you never saw the animated feature, you're going to love this production. I'm very, very proud of it, and I think you're going to have a great time if you come see it. そして迎えた初日、劇場の前には2時間以上も前から開幕を待ちわびる大勢の人たちが詰めかけました。それはこの日のために稽古を重ねた俳優とスタッフにとって何よりも嬉しい光景です。すでに前売り初日の売り上げが35万枚と日本演劇史上空前の記録を達成しています。制作費30億円を投じたまさに夢のミュージカル、劇団四季の美女と野獣はもはや演劇という枠を超え、一つの大きなムーブメントとして今新たな感動を生み出しているのです。野獣劇団四季ミュージカルの世界いかがでしたか。さていよいよ大阪でもここ道島 MBS 劇場でミュージカル美女と野獣開幕しました。改装を終えた大阪道島の MBS 劇場の館内は美女と野獣一色、幕が開く前から皆さんをディズニーミュージカルの世界へとご案内します。今日は番組でもご紹介した豪華な舞台装置や衣装の数々に加え、圧倒驚く演出もあります。もちろん全編に流れるミュージカルナンバーと華麗なダンスも見逃せません。夕食に来てほしいからだ。ミュージカル美女と野獣、現在96年9月末までのチケットを発売中です。チケットの予約お問い合わせはご覧のところまでどうぞ。リーフとマッシュルームのマイルドなハーモニー、ボナペティ、マルシェハウスカレーマルシェ。あれ取ったら大沢1年分ね。よし、若いね。うまさザックラショ、ザクッとポテト、大沢新登場。いつもいつまでもジャワジャワ。今夜はビーフカレーよ。よーし、今日は家族でハウスジャワカレー。カレーはハウス。オーパ3店同時開催。それはある日の帰り道。カニスキー、カニスキー、カニスキー、ヤマユーのカニスキ、カニスキ価格だ、ヤマユーのカニ。